マジで10連目だよ。やばい。はい、どうもセリカです。ちょっと時間空きまして、続きをやっていきたいと思います。まずは日暮らしコラボガチャです。風邪ひきましてもっと早く続きやりたかったんですけど、もうね、いや元気なんですけど喉だけが結構やられまして、これでもまだマシになったのでガチャに取り掛かってます。最後まで喋りきれるかどうかもしかしたら無言タイムがあるかもしれないんですけど、ちょっと喋れるようになったので引いていきたいと思います。前回は出なくって、日暮らしと水族館と両方引いたかなっていう感じで、ちょこっとだけ100連ずつぐらいで1回撮影切って今再開してるんですけど、まあまあ多分確率がいい方だと思うので、まあ出るでしょうという程度やってます。絶対に出るまでやります。で、本当は3体欲しいんですが、まずは1体出して、で水族館の方もね、イワシね、ちょっと欲しいので、そっちも狙いながら行きたいと思います。いや出る気配がない。ちょっとね、ドデカガチャで、あと他のシーズンガチャ結構ガチャ良かったので、それがそのまま引き継がれているのかもう全くその関係で出ないのか、いやこのパターンだともうすでに出てないですね。もう10万枚以上使ってるんで、やばいですね。出ないです。まあ、星さんの感じもね、ちょっと全然、この1点狙うっていうのがなかなかきつい。1体だけをひたすら狙うっていうのが結構きついかもしれない。ああ、やば。水族館の方もね、イワシ、まあ、イルカをキラキラにして、みたいな、とか絶対やりたいので、マジで何言ってるかわかんないぐらい。喉がやばい。はい、出ませんね、全然。やばいぐらい出ないですね。よし、じゃあちょっと水族館ガチャに切り替えて、まあイルカキラキラに狙いつつ、イワシやっていきたいと思います。こっちも狙って、もう引けるときに引いちゃおう。全部アシカはね、本当に前回あ、来た10連で本当にまぐれで来てくれたので、こっちだいぶ苦戦すると思います。もしくはまあ出ない可能性もあるんで、こっち出なかったらまた日暮らしの方を最後にまた引いて出て終わりにしたいと思います。さあ出るのか、ちょっとね期待してない。良すぎた、本当に。ガチャ運が良すぎて、ここで調整が入るんだと思います。本当に、イワシスキンでまだ見たことがなくて、見たことがないというか、もう、日暮らしチャレンジ結構なボリュームじゃないですか。ずっとおじさんスキンを使って、なんかフレンドマッチ参んなきゃいけないし、フレンドマッチからやるとあんまりプレイヤーさんにも合わなくって、イワシスキンでどんなのかまだ、見れてないのと、アシカスキンもね、ほぼ使えてないですね。おじさんを使わなきゃいけない。もう、モチベーションが下がりまくる。好きなスキンでね、早く遊びたいと思います。一応もうあとミッション終わったので、受け取りだけなんですけど、新しいスキンが出て、それをまた使いたいと思います。イルカちゃん順調に増えてますね。6体。いや、これイルカの方が早そうですね。あと4体。イワシはちょっと。出た !7 体目。可愛いんですよね。イルカ久しぶりに可愛いと思った。星2の中で。いや、星さん来てますね、まあまあ。イワシが欲しい。いやひどい。まあ、これが現実ですね。もう10万枚以上、うわ !5 人いる。5人いる。あ、喉が。喉が。もう声が出なくてしばらく、昨日かな。お薬も飲んだんですけど、あ出たみかんの拓郎、これ嬉しい。まあ、こっち引いてるとね、持ってないスキンも続々出てくるんで、引き替えはあるんですけど、日暮らしね、1点狙いはやっぱきつい。8体目かな ?OK! いや、イルカ、スキンチェンジの方が早そうだな。イワシはちょっとまた、時間見て、狙う感じにしようかな、とりあえずは。あー、やばい。9体目あと1体ですね。イルカは出そう。お、リバイアさん、来た。ちょっとね、テンションも多分1個ぐらい落ちてるかもしれない、今日。ちょっとね、面白くないガチャで、本当に申し訳ない。お月様いるじゃん。あと1体です。イルカちゃんが。わーお。ひどくなってきた。今日、目星のほとんど出てないですね。やば。15万枚ぐらい消費しております。やばすぎない、これ。やばい。はい、喉がちょっと限界に来ております。はい、そろそろ出ていただきたいと。思うんですが、出ないね。イルカも出なくなった。この隙にイワシが来るのか来ないのか、
来ないね、絶対。波が違う、なんか。来ました、10体目かな。はい、スキンチェンジ。ありがとうございます。かわいい。もうこれキラキラに押したかったので。ありがとうございます。あとは、イワシですね。イワシだっけ？魚の名前ずっと間違えてるかもしれない。はい、っていう感じで、ひどい他が。ひどすぎた。はい、また、日暮らしの方だけ続きをまた時間空けてやりたいと思います。はい、あれからちょっとまた時間が空きまして、続きをやりたいと思います。前原圭一スキン、1体のみ、狙い続けて、早、18万枚ぐらい、消費してます。途中でちょっと水族館ガチャ挟んで、イルカキラキラもしたんですけど、いや、こっちが出ないね、本当に。いやー、やばいかもしれない。やばいかもしれない。ただ、1体は絶対に出したいので、出るまで。もうこのターンでは出るまで引きたいと思います。青の塔、青の遺跡であんだけ青銭貯めたつもりがすぐなくなりますね。すぐ溶ける、あっという間に。いや調子良すぎたんですよ、ドデカガチャと水族館のアザラシが、アシカかな。あ、エマちょっと願掛けたい。1体はねゲットしたいんですよ。できれば3体なんですけど、本当は3体狙おうかな。狙いたい。とりあえず1体出て、一体出て落ち着きたい。っていう感じで。このガチャ運はやっぱり変わらないのかな。終わりがけならちょっとガチャ運上がるとか、ないかな。で、このスキンが終わったら、また別のスキンも続々出てくると思うので、今しかゲットできないですし、ただ、コラボが続くので、サダコスキン、また新しいのか同じのか復刻で出るのか、ガチャ引くでしょ。で、その後、妖怪男性層は初コラボなんで、絶対ガチャが新しくなってるので、まあ、そこでもいる。で、シーズンガチャも途中で来る。ドデカもまた来る。いや、足りない。青銭が足りない。まあね、欲しいスキンに絞ってゲットするっていうのがいいと思うんですけど、やっぱ全部欲しくはなりますよね。可愛いので。やばいですよ。いやー、ちょっとサブの喜びならないんでね、これ。一体狙いっていうのが結構きつい。このスキン以外はもう、このガチャでは持ってるものばっかりなので、で、なんとか持ったかな。やっと来た、一体目。いや、やばいよ、確率。本当に私の中では確率結構低かったですね。いや、よかった。はい。ありがとうございます。で、またこれは、2体、引き続き狙いながら行きたいと思います。後がやばい、後がやばい。はい、ということで、とりあえず一旦、今回のガチャは終わります。で、あと2体、どっかでまた狙いたいと思います。ということで、ちょっとお聞き苦しい声で申し訳ないんですが、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。それではまた。バイバーイ。